コードジェム。凄まじい蒸気と可動音が響く。異形の機械が絶えず蒸気を吐き出している。その前に一人の男が立つ。六十式蒸気算術機の精度は上々。どんな件が出ましたか？算術機の稼働は何度も見てきたが、今回はやたら時間がかかってね。嫌な予感がす。佐田明の悪い予感は当たるからな。ただの嫌な予感じゃない。拙者の開発したジュグで星を見たんです。先日発光が日輪をかすめて強調。みな静かに。はまれびと来たり。まれびと異界よりの客人。さよう。そして我らの切り札になるやん。ほう、さすがです。今得体の知れぬ敵にこの球場は狙われている。備えがなければ大変なことになるかも。一刻も早く上腕のために動いてもらわねば。ではそのまれびとを迎えに行ってまいります。少し待ってくれ。この件をケビー氏や各上腕守護職に伝えて、巡回中の彼らが保護できるように整えた方がいいだろう。おお、確かに。さすが。でもさっきさ、なんかやばいって言ってたけど、それってまれびとと関係あんの？いや、協調が示しているのとまれびとのことは別だと思われます。そうだな。佐田明の牧戦の結果はこの件とは別のことを指してる可能性があるね。二人の見立ての通り、まれびとの到来とは別に協調を示す気が出ている。何にせよ人暴れできて面白いことになるといいな。俺まれびとも面白いやつがいい。切り札になると称されるのだ。きっと清く正しい心の持ち主に違いない。拙者陽キャはお断りしたい。物静かな人大歓迎。まれびとがどんな人物であれ、今の上腕は危険も多い。保護は早い方がいいだろう。まずはそのまれびとがどれほどのものなのか、そこから確かめなければ。残忍な顔つきをしている化け物。目に知性の光はなく、ただ憎悪のみ。口からは鋭い牙が覗き、殺意とともによだれをまき散らして、爪も長く敏捷で、何よりこの化け物は飢えている。そこにいると危ないよ。化け物に食われるかと思ったそのとき、太刀と弓矢が化け物の行く手を阻んだ。守るように現れた四人の男たち。あなた、名前は？私の名はコレムネ・ナオカゲ、上腕守護職の者だよ。ここは危ないから身を低くしていて。
あらかた片付いたみたいだな。おい、そのようですね。みんな怪我はないかい？俺は問題ないぞ。そっちはどうだ？今さらしぶといだけの連中に遅れを取るかよ。皆さん無事ですね。よかったです。やっぱり高ガキだ。それよりもこいつは？あの、お怪我はありませんか？立ち上がれますか？見たところ大丈夫そうだぞ。仮に怪我しててもここじゃ大した手当てはできないしな。とにかく殺されなくてよかった。ええ、そうですね。高ガキに襲われて無事だったなんて、お前すごいな。一銭さん、ちょっとその言い方は。本人がいる前で言うことじゃねえだろ。あ、そうか、ごめんな、助かった人。お、思った以上に物怖じしない人なんだね。それに気になることがもう一つ。その奇妙な姿、どこか隠国の人？それとも異国の？ふざけてるのか？ここは上安教に決まってるだろう。こんなところで立ち話というわけにもいかないね。一度陰陽寮まで戻ろう。奇妙な姿をした者と4人の男たちは陰陽寮に向かう。戦術や呪詛、霊符の扱いに長けた術師、それが陰陽師だ。その陰陽師が集まった省庁の名前が陰陽寮。陰陽寮に向かう途中、目の前に広がる風景を見て、その者は足を止めた。普段なら球場内の陰陽寮に怪しいものを呼び入れることはないんだ。あなたはケビー氏やエジに引き渡すようなものでもなさそうだ。ん？なんか言ったか？ああ、ここは大代理内。お上のおられる代理の近くで、さまざまな官庁の集まった都の中心部だ。あの、クロードどころがおっしゃっていたまれびととはこの方なのでは？はあ、お前何も知らねえんだな。その通り、この方がまれびとです。ここにおられるはクロードどころ陰陽師、阿部の生命様だよ。いかにもクロードどころ陰陽師、そして上腕守護職を務める阿部の生命である。まれびと、不安そうな顔をしているな。まあそれもそうか。ではまずはそなたの運命を占って信ぜよう。この地でお前を助ける者がいるやもしれんからな。なるほど。まだいける。
ほら、大丈夫だよ。まだ頑張れる。